英才教育を受けて0歳の頃からサイレン0ヶ月の頃からまあ英才教育を受けさせてもらってるのでね、とってもいいサイレンライフが送れるんじゃないでしょうか。カルちゃんチョキどうしたの、ありがとう。好きは発信していて、そうなし、本当にそうなし。いやもう好きといえば聞いてくれよ、あもうスタジオのお姉さんの話をさせてくれ。オフコラボがあった日に今日の配信はどうだったかみたいな感じで、マネージャーさんとご飯とかに行ったんですよ。まあでそのご飯の時にいろいろ聞いたのと、山上がスタジオ入りした時のそのスタジオのお姉さんとの絡みを聞いてくれ。まず山上がちょっと修行があったから、ちょっとみんなより遅めに入ったので、まあ入っておはようございますって言うんだけど、まあおはようございますの時に、そのちょっと好きなそのスタジオ の女の人、スタジオのスタッフさんが見えて、あおはようございますみたいになるじゃん。で、はい、山上さんおはようございますみたいな、いろいろ話してて、なんかこの前山上さんレビさんとのオフコラボの後に、なんか私の話していいですかって聞いてくれたじゃないですかみたいな話になって、あそうですね聞きましたねみたいな、あの話しましたよみたいな、イヤリングだったみたいな話をしたんですよみたいな話をしたら、いやなんか見てたんですけどみたいな、なんか山上さんの配信リアルタイムで見てたら、あれこれ私の話じゃんと思ってみたいな、いやなんか話していいとは言ったんですけど、なんかそんなすぐ話されると思ってなくて、いやもうほんと恥ずかしいって言われて、いやー好きー、いや好きー好きー、いやマジで可愛い、もう好きじゃん、もうそれは好きなのよ、まあ、そう。それで山上さんの配信を見てくれてたことも嬉しいし、しかもなんかちょっと顔赤くしてるのも可愛いし、でなんかもう山上がもう本当に好きなんだよねって話をふみちゃんとかにしてたの、もう超ちっちゃい声で、いや私本当にあのスタッフさんのこと好きなんだよね、マジで好きなんだよね、マジで、いやもう多分本当にタイプなんだよね、多分本当に好きなのみたいな話をしててそしたら山上さん聞こえてますよみたいなこと言うの、かわいいもう何話してるんですかっていうの、なんかマイク、そのスタッフさん側の方にマイクがあって、こっちにスタジオに聞こえてくるんだけど、いや何話してるんですかみたいな、いやもう本当に好きし、なんかまあふみちゃんとそのスタッフさんと私と話してる時に、いやもう本当好きみたいな、本当好きみたいな話をしたら、もうなんかもう本当にやめてくださいみたいな、もう山上さんの ASMR 普通の顔で聞けなくなっちゃうみたいな、そういうニュアンスのこと、いやもう山上は話を盛る癖があるから、これより一段階、あのご飯で言うと山盛り大中小があったら、大にしちゃうので、お話を。本当は小のつもりで聞いてほしいんだけど、そう、山上さんの ASMR 聞けなくなっちゃうじゃないですかみたいなことを言われて。いや、もう本当に好き。しかもなんか、配信、いや、わかんないけど、これ山上の勘違いかもしれないけど、なんかすごいそのなんか、もうなんかちょっと向かい側にいるスタッフさんと山上めっちゃ目合うなと思って。いや、もう、超、あ、なんかすごい目合ってる。配信中山上めっちゃ目合ってるな、スタッフさんと何回か目合うなと思って。いや、もう、絶対見てたもん。スタッフさんも私のこと見てたもん、絶対。いや絶対見てた。山上がふって目をそっちにそらすと、私も見てたから。もう幸せになっちゃったよ。でね、その後にそのなんか今日のどうだったかみたいな話をそのマネージャーさんと、まあご飯に行って、まあ、いろいろ話をしたんですよ。まあどうでしたみたいな話をしたの。でね、マネージャーさんが A さんだとすると、そのスタジオのスタッフさんが B さんで、私本当になんかもうマジで B さんのこと好きなんですよね、みたいな話をしたら、なんて言ったと思うマネージャーさん。え？山上さん多分それ、両思いですよって。え？え？
いですかって。両思いって何ですかって言われて、何ですかってなるじゃん。何です、これが一番話したかったの。何ですかってなるじゃん。で、何ですかって聞いたの。両思いって、したらなんか、いや、今ちょっとメッセージのやり取りしててみたいな、そのご飯行くみたいな後にそのメッセージのやり取りしててって言われて、どういうやり取りをって言ったら、なんか今日の私、山上さんとの距離感大丈夫でしたかねみたいなことを心配してるんですよみたいな。やばい。距離感を心配するのはもうそれ好きじゃんと思って。マジで、いやもう本当に可愛いよ。山上さんとの距離感私大丈夫でしたかね。もうそんなの大丈夫に決まってるじゃないですか。いやもう勝っちゃった。しかもなんか帰りも喋ってたら、なんかこの前ちょっとスタッフさんと、そのいろんなスタジオのスタッフさんとかマネージャーさん同士で女子会をしたんですけどみたいな、その時にその B さんが私に、山上さんのマネージャーさんなんですよねみたいな、そういう話をしてくるんですよみたいな、山上さんの話よくしてくるんですよねみたいなこと言われて、はぁ、もうやだ、もう探り入れてきたの。だからもうちょっと、じゃあ今度は3人でご飯行きましょうねって言っといた。いや私もこんなにもう本当に好きなんだけどどうしようってなっちゃったよ。いや、いきなり2人はそうだし、多分山もめっちゃ好き。山もあのスタジオのスタッフさんのことは大好きだけど、絶対スタジオのスタッフさんの方が山のこと好き。いやもうこれはマジでそう。いやわかんないよ、いやわかんない、これは自意識過剰かもしれない、自意識過剰かもしれないけど、山上のことを絶対気になってる。いやもう絶対そう、絶対そう、いやもう絶対そうだよ本当に。山上さんのマネージャーさんなんですよねって聞いてくるんだよ。だってしかも山上との距離感を気にするんですよ。いや分かるもん、だって好きな人の距離感気にするよなと思って、わかる、その経験が山上にもあるからめっちゃわかると思って。いや私もう全然アタックしてるよ、本当に好きですみたいな、いやもう本当に好きですみたいな、好きですって言ってるもん。なんかびっくりしちゃった、こんなになんか胸がギュッてなっちゃった。なんかマネージャーさんに聞いたよ、これ話して大丈夫ですかみたいな、いや大丈夫です大丈夫ですみたいなこと言ってたから話してるけど、ダメだったらごめんなさい、謝りますね、今度ご飯行きましょうね、謝るから。ムック、ことぶき退社待ってなし。いやことぶき退社するか、いやダメだわ、卒業の理由が、すいませんスタジオのスタッフさんと結婚するのね。無理だな。あーでも本当に好きなんだけどどうしよう。